はい、こんにちは。こんにちは。地域担当資料員の山田です。同じく内田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回も内田の方が撮影、まあ、撮影といっても本当にこの、奈良県の山田高田市の、方で撮影しましたので、その時の話を聞いてみたいと思います。で、今回の先生の紹介を簡単にしてもらえればと、どんな撮影だったか教えてもらえればと思うんですけども、はい、まあ、以前一作目で、まあ、三谷先生、名前は三谷先生という先生なんですけど、まあ、その三谷先生のこちらにありますね、大抵の主義は効果を倍増できるっていう教材を案内させてもらったんですけど、まあ、DVD 発売後結構なお問い合わせで不妊に対する主義を学びたいというお声がたくさんあったんですね。なのでそのお客さんのお声を、まあ、答えるべく、まあ、第2弾として不妊、マタニティ、産後、この3つのテーマに撮影させていただきました。なので内容は、不妊から、まあ、産後まで、まあ、一連で学べるっていうようなコンセプトで、そういった内容になります。で、実際今回うち弊社のスタッフの、まあ、妊婦さんね、はい、結構体調悪いとかって言いながら、ね、言ってるスタッフの方が参加してもらって、はい、実際に手術をしてもらってる光景もあったりとか、はい、だから感想とかね、いい感じで良かったですね。まあ、その弊社 の従業員のスタッフの方は座りがひどくてみたいで、うん、で、ずっともう匂いがダメって言ってたんですけど、まあ、その施術を受けた後特にそんなに気にすることもなくなったっていう、うん、ちょっと食欲も全然なかったけど、はい、やっぱり体も楽になって、うん、食欲も出てきたって、うん、まあ、言ってたんで、まあ、実際に、まあ、効果というか速攻性が、そうですね、はい、ある、まあ、施術なのかなという練習はありますね。もちろん個人差ありますので、はい、ね、14.5 回、はい、ね、右回し矢印の法則です、はい、で、はい、今回初、そうなんです、初のことがありまして、そうなんです、初めてですね。実際、まあ、案内、うちの方が案内させていただいてもらってたと思うんですけれども、うん、撮影に参加しませんかという案内のメールをしたところ、翌日、はい、翌日、まあ、3名だけ募集させていただいたんですけど、3名の方翌日には応募していただいて、そうですね、はい、早かったですね。早かったですね、はい、もっとかかるかなと思ったんですけどそうですね、やっぱりこう何本無料ってなったとしても、はい、距離があるので、そうですね、はい、でも平日、そうなんです、平日終日やってる中でね、はい、まさかそんな早くこの集まるとは思わなかった、うん、また新しい情報を手に入れれましたし、うん、こちらとしても、ね、実際懇親会に来た時もね、はい、いろいろ話、結構こちらの方が話を聞いてたような、聞きましたね。そうですね、作り手が思っていることと、見る側が思っていることって全然違うんだなと思いましたね。大体、まあ、医療弊社だと、まあ、作り方としては理論検査施術とか、理論肩こり腰痛とか、まあ、そういった置き方するんですけど、まあ、その3名の方はまず理論を見ないんですよね。まず主義を見る、はい、で主義を見て実際にやってみる、で実際にやって結果が出なければその理論はもうその主義は見る必要もないので、理論も見ずに返品っていう。でもそこが僕から作り手からすれば、やっぱり理論があっての主義とか検査なんで、そうですね、順番としてはまず理論かなと思ってたんですけど、まあその見方っていうのはそういった見方があるみたいです。先生によっては違う、やっぱり違うのは違うとは思うんですけどね、まあ、初めにちょっと理論見て、はい、実際主義、そうですね、そういう先生もいらっしゃいますね、はい、で、そうですね、また主義以外にもまあ興味、そうですね、スタッフ教育多かったですとかね、はい、そういう声もいただいてましたね。多かったですね、まあ、いわゆる繁盛院と言われているところはもう主義が出来上がってるんですよね。もう新たにこの学びたい気持ちはもちろんあるんですけど、そこを重要視してなくて、どっちかというとスタッフ教育経営の安定化とか、どっちかというと技術ではなく経営面のノウハウを知りたい方が非常に環境員と言われる方で共通している部分、うん、うん、ですので、はい、今回その参加者3名の方も、どっちかというと技術もそうですが経営のところも知りたいっていう方が多かったです、うん、多かったですね、はい、うん、非常に勉強になりましたね。なりましたね。で、またそういう実際に
の、まあ、先生とお話しさせていただいたりとか、うん、まあ、最近ちょこちょこやってるのが、まあ、よく購入いただいている、まあ、手に取っていただいている先生に直接、まあ、お電話させていただいて、はい、まあ、これからどういう主義が知りたいのかっていうところを聞いてみたりしてるんですけど、まあ、その中で本当に実際に産後の、まあ、実際妊婦さんの施術、はい、マナタニティの施術であったりとか、まあ、産後の骨盤矯正という声とかも出てたりね。そうですね、多いですね。そうですね、あとやっぱり内臓ですね。内臓はありましたね、やっぱりありましたね。内臓は、内臓アプローチとかね、はい、目新しい。そうですね、前の富山先生の慢性疲労とかも、はい、まあ、非常に参考になったっていう声とかいただいてたりとか、はい、あとありましたね、意外と病院ではなかなか改善しないような意外と重度の患者さん。そうですね、例えばぎっくり腰とか、ね、ぎっくり腰もそうですね。だから今回のその以前お伝えしたかと思うんですけど、うん、リウマチっていうのももしかしたら求められている一つかもしれないですね。うん、実際にこれであったのがムチ打ち、はい、ムチ打ちの治療の改善方法とか、うん、まあ、そういうところも声が上がってたりしてたので。そうですね、うん、まあ、今後、まあ、いろんな、まあ、主義とかやっぱり人によって主義も違いますし、症状もいっぱい症状があるんで、はい、まあ、どういった主義を求めているのかっていうのをちょっと、まあ、聞けたらいいなっていうのは思いますね。実際、まあ、僕たちが想像、そう、先生がこういうものを求めているんだろうなというところで、うん、撮影、まあ、撮って教材を作ってはいるんですけども、はい、うん、実際に手に取っていただける先生がどのような、そうですね、主義を求められているのかっていうのを、はい、こちらですね、よろしければ、まあ、聞けたらなとは思ってますので、以下の、まあ、コメント欄、まあ、ホーム、まあ、URL か何か用意させてもらいますので、そちらから何か教材の、はい、教材に対する感想でもいいですし、はい、何でも構いません。何でもいいので、はい、今後の、こういう教材があればいいとか、はい、何でもいいのでコメントなどを載せてもらえればと思います。あと一ついいですか。どうぞ。できればそのこういう先生の主義を見たいとか、はい、この先生の主義を見たいとか、はい、そういう、 もうピンポイントな先生、もちろんこうそういうみんなが見る場所なので書くのはちょっと難しいかもしれないですけど、その時はもう私宛にお電話いただければ、メールでもね、メールでも大丈夫ですので、まあ、お電話いただければ一回お聞きして一回アプローチしてみますので、症状でわからなければ、まあ、こういう先生っていう、うん、そういうお声でもいいので、ぜひこちらまで、あ、こちらなかったですね、ぜひなんかアンケートフォームか何か作っておきますので、そちらの方にお願いいたします。声を残していただければと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。またよろしくお願いします。